佐賀駅より、左沢方を望む。留置線の車両は秋葉101系宛て沢線は、山形県山形市の北山形駅から、山形県西村山郡大江町の左沢駅を、結ぶ、東日本旅客鉄道の鉄道路線である。フルーツライン宛て沢線の愛称が付けられている。線路名称上、国鉄時代は、山形駅を起点とし、 山形駅北山形駅間は、大宇本線にも属する重複区間であった。これは、現在分岐駅となっている北山形駅に、当初大宇本線側に停車場設備がなく、1927年に停車場設備が設けられたために生じたものである。国鉄分割民営化時の基本計画において、各地の重複区間を解消する方針から、 東線の起点も来た山形駅に改められた。運行系統上は一貫して山形駅を起点としており、大雨本線に乗り入れる山形駅北、山形駅間では、期間の異なる山形新幹線、山形線とは別の独立した単線を有する。全線が仙台支社の管轄で、同市社のもとに1990年に設置されたアテラザー線営業所が運営している。 1921年に京弁鉄道法を巡用し、左沢京弁線として山形宇前長崎間が開業し、1922年に左沢までの全線が開通した。改正鉄道施設法では、左沢から長井線の荒戸を結ぶ延長線及び大宇本線の立岡と佐賀井を結ぶ分岐線が計画されたが、いずれも実現しなかった。また、宇前高松からは、 山形交通3山線が分岐していたが、1974年に廃止されている。専用のペイントが施された、キハ101系機動車により運転されている。編成は2両単位で使用され、最長6両になる。左沢駅発着列車の一部は、佐賀駅で連結、切り離し作業が行われる。一部列車はワンマン運転を行っている。 起点の北山形駅側では全列車が、大宇本線山形駅まで乗り入れており、山形駅左沢駅間を通しで運転する列車のほか、山形駅佐賀駅間、佐賀駅左沢駅間の区間列車も設定されている。山形駅佐賀駅間は1時間に1本程度、佐賀駅左沢駅間は3時間以上、運行されない時間帯がある。 山形方面と接続しない、佐賀駅左沢駅間の区間列車は、朝の下りと夜の上りに、各一本運行されている。毎年6月頃の観光シーズンには、トロッコ列車、桜ボぼ風古号や蒸気機関車、SL 桜ンボ号が運行される。かつては、快速列車が運行されていた。1980年代まで、朝夕一往復。 客車によって運転され、その後1991年頃に、機動車で下りに1本新設、ピーク時の1995年頃には1日下り3本、上り2本が設定されていた。途中の停車駅は、北山形駅、宇前山部駅、宇前長崎駅、佐賀駅、宇前高松駅であった。1998年には1日1往復まで減便され、 1999年に廃止されて、以降は設定されていない。便宜上、北山形駅側の全列車が乗り入れる大宇本線、山形駅北山形駅間を含めた、フルーツラインアテラザワ線の愛称区間である、山形駅左沢駅間について記載。山形駅北山形駅間については、アテラザワ線用の線路についてのみ述べる。ありがとうございます。